アメリカ政府の機密文書が流出した問題で司法省は14日スパイ防止法などに違反した疑いで空軍州兵のジャック・テシェイラ容疑者21歳を訴追しましたニューヨーク・タイムズによりますと戦争ゲーム好きの友人らに現実の戦争を見せるのが動機だったということですまたチャットグループのメンバーだった男性はテシェイラ容疑者について 世界で何が起こっているのかを友人らに知らせたかっただけだったと語ったということです。